横にいるのって一平と新之丞だ。おいおい忘れたのかよ。あいつは新之丞。オイラたちが稲妻に来たばかりの頃、あいつと一緒に柊木千里を護送して離島から脱出しただろ。で隣のやつが一平、九条釜路の家来だな。オイラたちが A と一緒にいた時、九条釜路がいなくなったことを教えてくれた人だ。ふふん、これも案内役として当然の務めだぜ。とりあえず挨拶しよう。おーい一平、新之丞、お前ら何やってるんだ。おや、あなたたちは。いつぞやはありがとうございました。実はこの店で服を仕立てようとしていたところ、たまたま彼に会ったんです。君たちも知り合いだったんですか。ええ、以前鎌地様と一緒にお世話になりまして、ただその後なかなかお礼を言うことができなかったんですよ。そちらはどういうお知り合いで。前に千里様が彼女を護衛役に任命したことがあったんです。まあ実際はそれを利用して離島から脱出するのが目的だったんですが、偶然その時に。世間って狭いんだな。まさかお前たちが知り合いだったなんて。ああ、いえ違います。僕たちは初対面です。服を仕立てに来た彼とたまたまここで会い雑談をしていまして、そうしたら次第に鎌地様と千里様に関する話題になり。ああ、これって話して大丈夫でしたかね。心配いらないと思いますよ。お二人ともずっと前から知っていますから。あ、そうそう、確かその二人から手紙を届けてくれって依頼されたんだよな。あいつらってもうかなりいい感じの仲だったよな。まさかあれからさらに進展があったのか。ええ、そのことで僕たちも近々何かあるんじゃないかと睨んでいるんです。例えば正式に婚姻を発表されるとか。わあ、めでたいぞついに結婚するのか。まあただの憶測に過ぎませんけどね。正式な発表を前に聞きに行くのもはばかられますし。ただ宴用の礼服を仕立ててくるよう命令されたんです。そしたら一平さんも鎌地様から同じ命令を受けていたみたいで、両家が同じ時期に宴の準備をしており、さらに酒や食材類も大量に購入しています。これはもう婚礼の式を挙げると考えて間違いないでしょう。それにここ最近千里様はとても上機嫌で、しかも体重を減らすために食事を減らしているという噂まであります。つまりそういうことなんでしょう。うんうん、いいことだな。でもどうかしましたか。ああ、私の気持ちなら心配する必要はありません。千里様が思い人と結婚できることを心から喜んでいますから。ええ、そうですよね。僕もそう思います。でもあまり喜びすぎるのも良くないでしょう。ただの誤解で私たちがぬか喜びしているだけかもしれません。今のところ確たる証拠もないですし、招待状を届ける仕事などを任されていたら確証を持てたのですが。新之丞、全然大丈夫そうに見えないな。すみません、実は最近寝不足が続いておりまして。お恥ずかしい話です。仕事中にこんな疲弊していては勘定奉行にも迷惑ですし、千里様にも顔向けできません。二人の婚約について心配しているのですか。いえ、そういうわけではありませんが、どうも心がモヤモヤしていまして。その気持ちよくわかりますよ。モヤの中にいたら不安になりますし、安心して喜べませんもんね。どうする、オイラたちが聞いてきてやろうか。直接聞くのはさすがにあまりよろしくないのでは。それだ、彩香が知ってたら確実にわかるな。
シャブ業を巻き込むのもそれはそれで良くないかと。大丈夫、こいつと綾香は親友だからな、心配いらないぞ。そうでしたか。あ、本当に助かります。真相さえ分かれば思いを巡らすこともなくなりますので。じゃあ早速神里屋敷へ行こうぜ。ここを訪れるたび、優雅で立派な佇まいには圧倒されますね。本当に美しい場所です。では我々は迷惑をかけないようここで待っています。おい、綾香はそんなこと気にしないと思うけど。いえ、たとえ勇気を振り絞って行ったとしても何をしたらいいか分かりませんし、それにもし失言なんかしてしまったら僕たちは遠慮しておきます。そっか、じゃあすぐ戻ってくるからここで待っててくれ。何か思い悩んでいるようですが、どうしたんですか？いえ、何でもありません。ただ単によく眠れていないだけですから。盤面を見ずに今の一手でこちらの布陣を崩すとはさすがです。さて次はどう打つか。綾香、どうも、オイラたちだぞ。君たちか、久しぶりだね。悪いな、お嬢ならちょうど外出中なんだ。おや、この声はトーマ、もしかして九段の旅人さんかい？ご明察。はじめまして、綾香から話は聞いています。お会いできて光栄です。シャブ業上里家当主上里綾人、以後お見知りおきよ。妹がいつもお世話になっています。やっとお二人にお礼ができますね。ただあいにく綾香は外出中でして、上里家に関することであればこの私にご相談ください。本日はお日柄もよく、この度は突然のご訪問誠に ご容赦をいただきたく。突然どうしたんだい？だってこの人なんだかすごそうな雰囲気が漂ってるだろう。オイラのヤバいやつランキングの中でも5本の指に入りそうだぞ。それに立ち上がっただけでなんだか部屋の空気が急に変わって喋りにくくなるし。小さなお客さん、過分なお言葉感謝いたします。そうかしこまる必要はありません。公務の場ではないのでどうぞ力を抜いてください。はぁ、しんどかった。そんじゃ遠慮なくズボッと聞くぞ。九条かまじと柊木千里が結婚するって噂が流れてるんだけど、お前は何か知らないか？おや、あなたたちの耳にも入っていたんですね。なるほど、そうでしたか。ええ、確かに事実です。私も少し前にそのことを知りました。二大奉行の有力者同士の婚姻です。稲妻全土で大きな話題となるでしょう。祭事や文化に関することは社奉行の務め、その件も当然我々の管轄になります。まあある意味奉行と将軍様のメンツは人々から同等に見られるからね。こちらも重要視しないといけない。ほむほむ、なるほどな。まあとりあえず好きな人同士が結婚できるんだし、おめでたいことだよな。ええ、そうですね。奉行間の婚姻は滅多にないことですが、あのお二人は愛を育んだ者同士、固定観念にとらわれることなく自由な道を歩むべきでしょう。では後ほど俺が両家を訪問し、
上里家からの祝いの品を届けてきます。うん、いや今回は私が自ら出向こう。え、しかし若にはまだ公務が。九条家と柊木家が婚姻関係を結ぶのだから、上里家も相応の礼を尽くすべきだろう。社奉行の業務は実に雑多。そのため婚礼などの祭事はいつも妹に任せています。ただ彩香はここのところ多忙で手が回らない状況なんです。一方私はちょうど時間が空いています。これを機にお二人に会っておくのも悪くはありません。そこでどうでしょう、あなたたちも一緒に行きませんか。この件を気にかけているということは、あなたたちとあの二人の間には何かしら特別な縁があるということであれば、共に訪問し彼らを祝福しませんか。それとも私の勘違いでしたか。そんな特別って言えるほどの仲じゃないぞ。まあいろいろありはしたけど、ごく普通の関係というか、手紙を送ったのもただ依頼を受けたからであって、ってん、待てよ、もしかしてオイラたちがこの結婚の影の立役者なんじゃないか。そうなのか。ありがとうございます。あなたたちがいてくれれば無意味な挨拶を多少省くことができるでしょう。お前、シャブ業のくせに挨拶が苦手なのか。おや、わざわざ世辞を言うなんて煩わしくはありませんか。世の中そういった煩わしいことを好んで行う人もいますが、私は違います。トーマ、客人と出かけてくる。家の中のことは頼んだよ。はい、若、お気をつけて行ってらっしゃい。どうしたんだい、まさか若と一緒だと息が詰まるとか。緊張する必要はないよ、若はとても優しい人だからね。うん、まあ少なくとも大半の場合においてはだけど。お、やっと戻って。て、ええ、シャブギオ様。おや、このお二人は。オイラたちと一緒に来た友達だ、紹介してやる。お、本当のことだったんですね、ただの噂ではなかったと。そうでしたか。それはよかった、僕たちの思った通りでしたね。ただ私があの二人の代わりに伝えたのはいささか妥当とは言えません。公表がされるまでこのことはどうかご内密に。当主様、僕たちなんかにそうかしこまらないでください。絶対に秘密は守りますので。なら安心して大丈夫そうですね。そうだ、これから九条家へ向かうのですが、案内をお願いしてもよろしいでしょうか。もちろんですとも、光栄です。その、私は先に失礼させていただきます。新の城、気をしっかり持てよ。ああ、ありがとう。到着いたしました、ごゆっくりどうぞ。それでは僕はここで失礼いたします。ああ、ご苦労だった、一平。まさか、シャブ行様がいらっしゃるとは。十分なおもてなしができず、申し訳ございません。ちょうど、カムが立て込んでおりまして、何卒、ご容赦いただきたい。九条様、そう気を使われずとも結構です。今回は、公務で来たわけではありませんから。本日伺ったのは、柊木様ともうすぐ婚礼の儀を挙げられると耳にしたからです。それは盛大な式になると思い、上里家を代表してお祝いに参りました。
それは、ご丁寧にありがとうございます。こちらこそ、急なことで申し訳ございません。オイラたちもお祝いに来たぞ。高塚家の一件以来、天領奉行の内情はだいぶ落ち着きました。当主代行として、政務にいち早くなれるよう尽力しております。肩にかかる重圧や期待に応えられるようにと。謙虚な方だ。世間ではあなたの評価はとても高いようですね。誠実で勤勉であり、そして責任感があるお方だと。滅相もございません。周りの者たちに支えられているからこその地位です。そして情勢が落ち着いてきた今、自分自身のことについても時間を割くことができるようになってまいりました。人生の一大事だもんな。うまく縁談がまとまってよかったぜ。いえ、そんな、なんだか少し恥ずかしくなってきましたね。あ、申し訳ございません。その、いえいえ、このまま聞いておりますので大丈夫ですよ。どうぞ続けてください。何せ刑事です。お気になさらず。眉を潜めながら幸せを語る者なんておりませんでしょ。ええ、ありがとうございます。その、ところで今回の婚姻について神里様はどうお考えでしょう。少し自分本位すぎたでしょうか。そんなことありません。人の恋路を妨害するなどあってはならないことですから。周りからは様々な声が上がるかもしれませんが、あなたもきっと後々の問題を考えた上でご決断されたはずです。ええ、おっしゃる通りです。ならば自信を持ってください。強い意志を持つ者はすでに決めたことに揺らいだりはしません。ただ個人的にはちょっとした懸念があります。というのは？天領奉行の内情を正そうと尽力したことは称賛に値します。これを皮切りに変革が始まることでしょう。しかし一方で、柊木様の父君新助様は未だ牢の中です。この時期に柊木家と九条家の婚姻を発表すれば、各地域や勘定奉行内であなたのあらぬ風評が広がってしまうかもしれません。はい、さすがは神里様。それに関しては僕も頭を悩ませていたところです。柊木新助様は僕が千里さんと連絡を取るのを頑なに反対していました。以前までは手紙で密かにやり取りを続けていたほどです。ですからもしこの機を逃してしまえば次はないかもしれません。この時期に式を挙げるのは確かに適切とは言い難いかもしれませんが。ああ、思い出したぞ。あのじいさん、顔は笑ってるのにオイラたちの邪魔してきたんだよな。まったくひどいやつだったぞ。お気持ちはわかります。しかしそれは問題を先送りにしているだけのこと。遅かれ早かれ再び向き合うことになるでしょう。ええ、ごもっともです。しかし千里さんが勇気を振り絞り結婚を申し込んでくれたんです。失望させるわけにはいきません。はい、彼女から手紙をもらったんです。悩んだ末、真剣に二人の将来について話し合いました。そういえば僕が改めて求婚を申し込もうと彼女の元を訪れた時、そんな手紙は書いてないなんて言っていました。まったく、佐藤さんったら。え、どういうことだ？彼女は嘘がバレないようにあえて困惑するふりをしていたんでしょう。あの時の彼女の表情は今も忘れられません。もちろん交際を続けてきた僕には彼女の真意など明白でした。手紙の話は僕の冗談ということにして、その流れにかこつけて求婚したんです。彼女は僕の冗談に文句を言いましたが、顔をあからめながらうなずいてくれました。
その日の午後、僕たちは婚姻について正式に話し合ったのです。なるほど。それで二人の合意のもと、式の日取りを決めたのですね。ええ、こうして僕たちはようやくお互いの胸の内を知ることができました。僕もそろそろ頃合いだとは思っていたんです。この先何が起ころうとも、僕は必ず彼女のそばに立ち続け、頼れる存在になってみせます。うわっ、眩しい。さっきから突っ込みたかったんだけど、恋に落ちたやつってみんなこんななのか。話が長すぎるぞ。あ、申し訳ございません、神里様、それにお二人も。お恥ずかしい話ばかりをしてしまいました。いえいえ、むしろ安心しましたよ。あなたのその態度と決意を見て、心配は不要だと感じました。婚礼の儀をつつがなく執り行えることを祈っています。そうだな。お前のその出れた顔はちょっとイラッとするけど、おめでたいことだもんな。オイラたちも幸せを祈ってるぜ。皆さん、ありがとうございます。さて、我々は次の用事がありますので、これにて失礼します。はい、外までお送りいたします。あいつ忙しそうだったな。結婚する人ってみんなあんな感じなのか。なんていうか、幸せな忙しさだな。そうですね。九条鎌治様は身も心も幸せに浸っています。旅人さん、あなたはどう思いますか。ねえ、恥ずかしがり屋ではあっても、柊千里はそのようなことをする方ではないはずです。私も気にはなります。ただ残念ながら、物事の本質を追求することはいい結果につながらないことの方が多い。そうだよ、なんでだ。オイラたちがもし冒険の途中で似たようなことにぶつかったら、きっと原因を突き止めるぞ。おや、冒険者の考え方ではそうなのですね。理由は主に2つです。1つ、我々が把握している情報があまりにも少なすぎる。行動を起こすにしても立場を考えることになるため、非常に動きづらいでしょう。2つ、こちらの方が重要なのですが、当事者たちがこの件をあまり気に留めていない点です。私たちが無理に干渉すれば、親切心が裏目に出てしまうこともあるでしょう。確かに、鎌治は全く気にしてなかったな。世の中のあらゆるものはつながっています。一見して単純な結果であっても、その大半は複数の要因が積み重なったものです。何事も明確にしようとすれば、効率は悪くなり、苦悩も後を絶ちません。ねえ、そういうことになるかもしれませんね。私のような考えを持っていなければ、シャブ業の煩雑な仕事は永遠に終わりませんから。普段から私はこのように考えています。ことが起こった以上、その原因にこだわるよりも、起こったことに目を向けた方が得策だと。それがもたらす最終的な結果が有益なものであり、それによって惑わされたり被害を受けたりする人がいないのであれば、その件は看過しても問題ありません。今のところはっきりとした結論は出せないでしょう。私たちはまだ柊千里の考えを知りませんから。それよりも旅人さん、あのような短い会話でこうも要所を抑えているとは。妹の言う通り、優れた洞察力をお持ちのようですね。あれ？でも千里はもう鎌治と話し合ったんだよな。それはあくまで九条鎌治の主観であり、事実とは噛み合っていない可能性もあります。
私たちも柊木千里がどのように考えているのか分かればいいのですが。確かにそうだけど、おいらの頭じゃよく分からないぞ。問題ありませんよ。これから柊木家へも祝福の挨拶に行くつもりでした。直接会って彼女に聞いてみましょう。もし彼女も九条かまじと同じように固い意志をお持ちであれば、お二人は共に歩むことができるでしょう。しかしそうでなかった場合人生常に順風満帆というわけにはいきません。式に向けてまだまだ準備が山積みですね。離島をよく訪れる商会の役員も招いた方がいいでしょうか。ええ、少なくとも招待状を送る必要はあるかと。ん？あ、あなたでしたか、シャブ行様。わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということは、何か重要な用事でも？いえ、ちょうど式の話をしていたようですね。今日はそのことで来たんです。神里家を代表してお祝いに参りました。現在柊木千里様のご都合はいかがでしょう。お嬢様なら客人の応対中です。いつ終わるかは分かりかねますが。神里様、それに使用人の方々もどうぞ中でお待ちください。お茶を準備します。おいらたちは使用人なんかじゃないぞ。おっと、このお二人は私の友人です。いひひ、そんなに気を使わなくてもいいんだぞ。友人だなんて。あなた方のお手を煩わせるつもりはありません。私たちは近くを散歩でもしていましょう。大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません。柊木様のお手が空いたらお声掛けください。とんでもございません。柊木家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいている私たちにとっても喜ばしい出来事。このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです。時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し、皆が参加できるようにします。ええ、素晴らしい心がけです。では私たちはこれで失礼させていただきます。はい、お気をつけて。なんかいろいろと話した割には内容が空っぽだった気がするな。これだから私は社交辞令や世辞が嫌いなんです。都合が悪いのであれば仕方ありません。ここへ来る途中屋台を見つけたので、そこで時間を潰しましょう。そこの亭主はいつも斬新な発想を思いつくので、私もよく通わせていただいているんです。トモキのことだったのか。あ、また会ったね君たち。毎回とんでもない大物を連れてるね。おや、こちらの店主ともお知り合いなのですか。おう、前に稲妻城で将軍様とトモキのところで団子牛乳を飲んだんだ。なるほど、推薦したのはあなたたちでしたか。団子牛乳の話は耳にしていましたが、まさかあなたたちが絡んでいたとは思いませんでした。私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんです。いつも新しい味に出会わせてくれます。ちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので立ち寄ってみようと思ったのです。神里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り、僕の創作料理を食べてみたいという人も増えてきました。そして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと自信を持てるようになったんです。より多くの人に僕の料理を食べてもらいたい、お客さんに創作の楽しさを感じてほしいと今はただただそう思っています。今回もいろいろと悩んだ末に
新しい飲み物の発売に踏み切りました。それは興味深い。どんな飲み物でしょう？お客さんに選択を委ねるんです。自由に食材を選んでいただき、それを牛乳やお茶に入れて飲み物を作ります。団子だけでなく、餅、紅芋団子、黒糖、夕暮れの実など豊富に取り揃えています。それ全部牛乳に入れて大丈夫なものなのか？想像がつかないけど、意外と美味しかったりして。ここに置いていない食材も選んでいいのでしょうか？それはそうですね、問題ありません。もし何かいい食材を思いつきましたら、ぜひ申し付けてください。すぐに買ってまいりますので。もともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです。僕が用意した食材に固執する必要はありません。それはよかった。ちょうど気になる食材がありまして、スミレウリ、海藻、それから海類種なのですが。そんなの牛乳に入れるのかよ。そうですが、何かいけなかったでしょうか？いやいや、それで美味しくなるのか？大切なのは過程であって、味は二の次。未知の経験ができるのです。なんとも素晴らしいことではありませんか。いかがです、旅人さんは何か思いつきましたか？うんうん、やっぱり団子が無難だよな。おや、そのような何の変哲もない注文でいいのですか？では団子牛乳を2杯、スミレウリ入り牛乳を1杯お願いします。かしこまりました。すぐに用意しますので少々お待ちを。さあどうぞお召し上がりください。慣れてくると団子牛乳って意外と美味しく感じるんだな。お前のスミレウリ入り牛乳はどうだ？食感が実に印象的です。なかなか悪くないと思いますよ。思ったより満足してるんだな。オイラは他にもっといい食材があったような気がしたけど。味を気にしているのですか？当たり前だぞ。美味しい料理を食べて、うまい飲み物を飲む、生きる上で何よりも重要なことだと思うぞ。ええ、その通りです。私もそれらを楽しむことができたらどれほどいいことか。そうかもしれません。ですが人の時間には限りがあります。あまり寛容でないことに時間を割くことは私にとって心の緩みに過ぎず、当然ながら重要視できません。公の場に出る際は妹が代わりになってくれたり、警視のトーマが火星を処理してくれたりと、私は大変恵まれていますがね。けど今はただ時間を潰してるだけだろ。何もあれこれ考える必要はないと思うけど。そうでもありません。場所を変えて詳しくお話ししましょう。柊木家を出てから一つ気づいたことがあります。些細なことなのですが、婚礼に対する彼らの考えを知りたかったので、さりげなく聞いてみました。するとすぐさま、柊木家の刑事は自分たちにとっても喜ばしい出来事であると答えました。しかし実際はその逆です。え？どういうことだ？柊木慎介様はまだ牢の中。今や勘定奉行はおそらく三奉行の中で最も不安定な存在でしょう。今の柊木家の柱は柊木千里です。しかし彼女は嫁ぐことを選んだ。もし私が柊木家を補佐する一族であれば、きっと将来が不安で仕方ないでしょう。それでも彼らは心配するどころか純粋にお祝い事だと思っています。彼らは皆聡明な方々です。これくらいのことは想定できるはず。おそらく
部外者の前で家の内情を話したくなかったのでしょう。しかし彼らの言葉はあまりにも筋が通っていません。よく見張っておいてください、ヒサシ。は。うわー、どこから出てきたんだ。彼は私が最も信頼を置く終末版の一人です。私たちの後をつけ、ずっと密かに守ってくれていました。当主様、当然のことをしたまでです。あそこにいた者たちから目を離さないでください。は、では早速任務へ向かいます。おっと、そうでした。先ほど私が飲んだ牛乳をトーマにも一本買ってあげてください。かしこまりました。トーマも巻き込まれるなんて。神里様、ヒイラギ様の応対が終わりましたので中庭でお待ちしております。ご苦労様です。さあ、ヒイラギ千里に会いに行きましょう。おーい、また会ったな、千里。神里様の他にもお連れの方がいるとは聞いていましたが、あなたたちだったんですね。ヒイラギ様、お久しぶりです。息災でしたか。おかげさまで平穏な日々を送っております。めったにお会いになれない神里様がまさか屋敷にいらっしゃるとは思いもしませんでした。公務でご多忙かと存じますが、本日は私と岡間氏のため婚姻のお祝いに来てくださったとか。お気遣い誠にありがとうございます。いえ、お気になさらないでください。我々三奉行は皆将軍様のもとで働いているものです。互いに手を取り合わなければなりません。先ほど九条様ともお会いしましたが、この婚姻をとても心待ちにしているのがよく伝わってきましたよ。その喜びに感化されてか、私まで嬉しくなったほどです。お二人の婚姻に幸があらんことを祈っております。嬉しいお言葉、感謝いたします。簡単に決められるようなことではありませんでしたが、今後はより一層精進してまいります。この一件によって世間には少なからぬ影響を及ぼしてしまうでしょう。ですが二人の未来のためにも共に立ち向かっていくつもりです。千里も大変なんだな。はい、正直なところ今も不安は残っています。ただ鎌地さんがいつも励ましてくれるんです。彼が約束してくれたおかげでだいぶ気も楽になりました。どうやらヒイラギ様はいろいろと悩みを抱えていらっしゃるようですね。は、はい、考えなければならないことがとても多いので。実は先ほどまで応対していた方は重要な客人などではなく府中の役人である新之丞だったのです。え、あいつだったのか。はい、彼は急に私のところに来るととても大事な話があると言いました。話を聞いてみるとその内容はとても率直なもので、その私に鎌地さんと結婚してほしくないと。普段の彼は物静かなのであのように興奮した姿を見て驚きました。彼は婚姻をするのに今は適していないと言っていました。ただそれを聞いて私も彼の言い分に一理あると思ったのです。もし私が九条家に嫁げば一家の柱がいなくなり柊木家の基盤は揺らいでしまいます。その上私自身にも悪い影響が出るでしょう。二つの家族が一つになるだけなんだから別に問題ないんじゃないか。いえ、稲妻の風習において家族とは大きな影響力を持っているのです。婚姻を結べば柊木様は九条家の一員になります。そうなれば勘定奉行の内部では柊木様に対する態度もいろいろと変わってくることでしょう。はい、おっしゃる通りです。このようなことを言うのはあまりよろしくありませんが、私は少し心が揺らいでいます。
自分は周囲に流されてしまったのではないかと、そう思ってしまいまして。あ、お客様に愚痴を聞かせるなんて本当に申し訳ございません。いいんですよ、そういった類の話を聞くのもシャブ業の務めですから。あなたが抱えている悩みを知った以上、私も相談に乗りお役に立てればと思っております。私たちが九条様から聞いた話によれば、柊木様の手紙がきっかけとなり婚姻に踏み切ったとのことでした。しかしあなたはそのような手紙を書いていないという話も聞いています。九条様が言うには、それはあなたの照れ隠しで本心を言えなかっただけだと。おっと、これは言わない方が良かったでしょうか。え、それって鎌地さんが求婚の際に使った小細工なのでは。可愛らしく色鮮やかに書かれた丸文字で、かなり念入りに用意したもののように見えましたが。おお、可愛い丸文字だったのですか。その手紙がなければお二人は婚姻を結んでいなかったかもしれないということでしょうか。そう言われると、確かにあの手紙は私が思っていたものと違ったのでしょうか。九条様の話によれば、手紙はあなたが書いたものだそうです。え、どういうことでしょう。もしかして。しかしお二人がそのように信頼し合えるのは実に良いこと。そう考えると手紙の由来などさほど重要ではありませんね。照れ隠しをしていたのはきっと九条様の方なのでしょう。何せわざわざ求婚のために小細工をしたなど、私たちに認める必要なんてありませんから。そうですね、おっしゃる通り手紙の件は本当に重要ではないのかもしれません。しかし立場のことは違います。もともと私と鎌地さんは共に歩み続けることさえできれば気にすることなど何もないと思っていました。ですがもう少しじっくりと考える必要がありそうです。夫婦になるということは一生に関わる重要な問題です。どうかなるべく悔いの残らない選択をしてください。それから困っている人々を助けるのもシャブ業の務めの一つ。先ほどお話しした内容は私自身をあなたと柊木家の立場に置いて考えたものです。状況に流されて自分の心にそぐわない決断をなさらないようお気をつけください。愛し合う者同士が一緒になることは決して汚すことのできない刑事。お二人が安心して幸せを迎えられるよう心から願っていますよ。お言葉の一つ一つを心に刻んでおきます。神里様、どうお礼を申せばいいのか、皆様の意見を参考にもう一度慎重に考えてみます。ええ、ただご自身の気持ちに素直に従えば問題ありません。では柊木様には考える時間が必要でしょう。私どもはこれで失礼いたします。あ、お見送りします。大丈夫ですよ、お気遣いなく。旅人さん、どこか落ち着いて話せる場所を探して情報を整理しましょう。私は一体どうしたらいいのでしょう、鎌地さん。千里のあの感じ、九条鎌地とは大違いだったな。あやと、もっと千里に具体的なアドバイスとかしてやれなかったのか。どうすればいいか直接教えてやればよかったのに。きっと何か方法を思いついてたんだろ。いえ、言えることは全て言いましたよ。シャブ業の立場上、タブ業の内情に口を出しすぎるとかえって問題になってしまいますからね。ただことの真相を探れば探るほど妙な違和感を覚えます。
柊木千里にはまだ見えていないのでしょう。私たちが警戒しておかなければなりません。妙？どこが妙なんだ？柊木千里に早く婚姻を結んでほしいと願っている者がいます。私の推測ではおそらく勘定奉行の人間でしょう。誤解を招いたその手紙も彼らが出した可能性が高い。考えてもみてください。一般の役人ですら柊木千里の状況を心配しています。それなのに柊木家を補佐している人たちにはその様子がない。言葉に一貫性のない者がいたらその人の行動から本心を探る必要があります。天領奉行の高塚酒よりもはるかに優れた実に巧妙な手口です。もし偽造の手紙が効力を発揮しなかったとしても責任を問われる心配はありません。その時は家の誰かが勝手にしたことでおせっかいを焼こうとしただけと説明すればいいのですから。そして今回のように成功すれば表向きは二人の仲を取り持っただけであり誰かが名乗り出る必要もありません。危ない橋を渡ることなく柊木家の力を削ぐという目的を果たせます。柊木千里が九条家に嫁ぎ柊木家の当主が牢屋に入ったままとなれば勘定奉行の中で柊木家に対する不満の声が上がることでしょう。やがて他の一族にその座を奪われることになります。証拠ならあります。新之丞です。新之丞？そろそろ戻ってくるはずですね。は、当主様。うわあ、これで2回目だぞ。お前さっきから何なんだよ。彼らは勘定奉行の衛兵を連れて行きましたね。はい、新之丞という男です。やはりそうですか。首謀者にとって柊木家が弱っている今こそ千載一遇の機会となります。本来であれば九条鎌治の説得により柊木千里の婚姻は確定的なものとなっていました。しかし新之丞と話したことで彼女に迷いが生じてしまった。彼らの目にはこの一人の衛兵が計画を台無しにしたと映ったでしょう。でもそれならどうしてオイラたちを疑わないんだ。先ほど我々の会話を終始盗み聞きしている者がいたので言葉や行動に注意を払っておいたのです。そうだったのか。余計なこと話さなくてよかったぞ。あ、じゃあ手紙のことを話してた時に妙な間があったのも千里がそれを察したからか。そのはずです。しかしことを企てた者たちはこのようなことで計画をやめるわけにもいきません。彼らにとってもはや柊木千里の意思に意味などないのでしょう。彼女は非常に受け身的な立場にあります。他人の言いなりとなり駒として扱われ、天津さえその婚姻も権力争いに利用されようとしている。それでも未来で幸せが待っていると思いながら九条家に嫁げば柊木家の娘としての肩書き、勘定奉行における地位、そして一人の人間としての自我をも失うことになります。結婚は罠だったんだな。ただそう簡単にはいかないでしょう。彼らは影に潜み駒を自在に操っている。なかなかのやり手です。その上表立ってこの婚姻を阻止すれば確実に悪者扱いされ世論からも批判を受けるはず。そんな、じゃあどうするんだよ。この事態を思い通り制御するため彼らも前に出て牙を見せる必要があります。私はその時を待つつもりです。それまでは新之丞の救出を優先しましょう。彼に罪はありません。
ひどい目に遭わないよう助けてあげなくては。新之丞の居場所を教えてください。すぐに立ちます。何してるんだ、新之丞を離せ。そこの者、直ちに暴行をやめなさい。どうしてシャブ行様が。いや、俺たちを動かせるのは旦那様だけ。他の奴の言葉に耳を貸すつもりはない。そうですか、ならば覚悟なさい。誰だ、仕掛けるぞ。みんながそばに。6308式ユニコ剣影よ、よっ、行くぞ。よっ、ガンだ。7号式モジュール、6308、昇竜。くそ、引くぞ。早く旦那様にこのことを伝えないと。おい、逃がすか。追わなくて結構。魚を釣るには餌が必要です。放っておきましょう。それよりも、彼らは先ほどの戦いで鍵を落としていました。まずは新之丞を救出します。ただ激しい戦闘だったので鍵を見失ってしまったようです。蹴られてどこかに行ってしまったのかもしれません。お、タヌキがいるぞ。もしかしてタヌキが持ってったんじゃないか。ねえ、追いかけましょう。本当にありがとうございます。助かりました。危うく溺れ死ぬところでした。彼らは私を檻ごと海に放り込むつもりだったようです。そうだ、お嬢様のコインですが、何者かがそれを利用してよからぬことを企んでいるようなんです。落ち着け、新之丞。そのことならもう知ってるぞ。え？はい、その件でしたら私たちも気づいていました。ここまでの流れも私が考えていたものとほぼ一致しています。この計画の首謀者はそう簡単に諦めないでしょう。すぐに新たな策を講じてくるはずです。私たちも対抗手段を考えなければなりません。シャブ行様が自ら手を貸してくれるんですか。この件は三奉行にとどまらず稲妻全土に関わる一大事。私の中立的な振る舞いもここまでです。将軍様は昔からくだらない権力争いを嫌悪していました。将軍様の臣下たる奉行として、私はこの件を解決に導く義務があります。そうなんですか。新之丞、とりあえず今は戻ってはいけません。どこか身を潜めるのが得策です。旅人さんにパイモンさん、我々もここを離れましょう。おや、これはこれは、シャブ行様ではありませんか。あなたが理由もなくここに現れ、私の部下に怪我を負わせたと聞きましたが、まさか何か企んでいらっしゃるのでしょうか。いえ、死刑が行われていると小耳に挟んだものでして、責任ある稲妻の後人として見過ごすわけにはいかなかったのです。たとえ新之丞があなたの家臣であっても、好き勝手にできるという法はありません。死刑？死刑だなんてとんでもない。これはただのお仕置きですよ。あの雑敗、どういうわけかお嬢様のもとへ行き、自分勝手で失礼なことを口走ったのです。身の程知らずも甚だしい。そのせいでお嬢様はひどく怯えていらっしゃる。つまり彼がそのような行動を取った理由をあなたはわからないのですね。そうでなければどういうわけかなんて言い方はしないはずです。こちらはあらぬことをいろいろと吹き込まれたのです。わけがわからないのも当然でしょう。両家の婚姻は実にめでたいことですが、あの小賢しい男のせいでことが複雑になってしまいました。ヒイラギ様が九条家へ嫁いだとしても、
柊木家のお嬢様であることに違いはありません。勘定奉行で最も地位あるお方のままです。もちろん私たちも誠心誠意を尽くして彼女に仕え、孝子の憂いを断つのにお力添えします。責務を果たすのが我々の原則。それを守るどころか、あの男はお嬢様の心を乱した。彼は情熱的な男であったがゆえに過ちを犯したのでしょう。しかしあなたのように高貴なお方であれば同じ結論には至らないはず。くっそー、理屈ばっかこねやがって。ムカつくな。そういえばふと思い出した話があります。シャブ業について以来、私は毎日のように興味深いものを見聞きしてきました。ある外国の商人から聞いた話によると、とても長い舌を持つ鳥がいるそうなんです。その舌を口の外へ引っ張り出すと結び目を2つも作れるほど長いとか。あなたも博識なお方、そのような希少な鳥が普段どういった目的で使われるか当てられるのではないでしょうか。は、観賞用の愛玩動物ですか。この鳥の面白いところは、飼うことができず何の役にも立たないところでして、仮に捕まえたとしても舌を切って窓から放り捨てるしかありません。なぜなら皆口を揃えてこう言うのです。舌が長く、へりくつばかりこねて騒いだあげく、すべてハッタリであったと。な、シャブ業様ともあろう方が我々勘定奉行を揶揄するためにここまで来られたのですか。いえ、とんでもありません。勘定奉行の皆様はいつも実直で、自身の責務を果たす善良な方々だと思っています。まさかあなたのような方が人を煙に巻いたり重箱の隅をつついたりするとは思いもしませんでした。その上、柊木様を勘定奉行から引きずり下ろそうと画策するとは。シャブ行様、その発言に証拠はあるのですか。目の前に証人がいるではありませんか。あなたは彼が確信をついたのを知って慌てて口封じをしようとしましたね。おや、松浦家は名家だというのに、忠誠心は臣下である彼に遠く及ばないようです。せっかく教育を受けて官僚になったのに、表沙汰にはできない悪巧みばかりするなんて、賢いと言うべきか愚かだと言うべきか、果たしてどちらでしょう。将軍様のために働いてきたあなたは、周りの優秀な人々からちっとも学ばず、利益に目がくらみ自らの前途を絶ってしまった。松浦様、私は決して怒ってなんかいませんよ。むしろあなたのことを残念に思っているのです。ああ、そうですか。では聡明なあなたは私をどうしようというのです。これは我々勘定奉行の問題、こちらで何とかします。それから他家の内情にまで口を出すのであれば、私も勝手にあなたの意図を推察しても良いということですよね。あなたはただ勘定奉行と天領奉行の力が一箇所に集中することを避けたいだけ。もしそうなれば奉行間の均衡が取れなくなり、社奉行の地位が脅かされてしまうからです。だからもっともらしい理由を見つけて、この婚姻をなかったものにしようと企んでいるのでは。おや、あなたの目にはそのように映っていたのですね。さすがと言うべきでしょうか。賛成力に関する利害の配慮は私よりもはるかに優れているようです。ふん、婚礼は必ず行います。どのような手を使おうとも止めることはできません。今頃は布告もされ、稲妻でその瓦版が飛び交っているでしょう。九条かまじと柊木千里が恋仲であったことは世間に知られていませんでした。ですが今はもう各地で話題となっているはず。これが布告された時点で、たとえ婚姻がまだであっても
あとは時間の問題です。なるほど。やはり私の考えが足りていませんでしたか。はあ、ようやくそれを思い知ったのですか。本当はあなたのことをそこらの人々よりは賢いと思っていたのですが、全く残念です。クミソとアヤト、貴様、もう言いたいことは終わりのようなので、そろそろ私もよろしいでしょうか。何が言いたい。婚姻を結ぶことで勘定奉行と天領奉行が一つになれると本気でお思いですか。実際孤立するのは勘定奉行の方かもしれませんよ。何。さて、あなたとは大変有意義なお話ができましたので、これで失礼します。彼らが策を講じるのであれば、私も無策で挑むわけにはいきません。予想していた通り、彼らは前に出て牙を見せてくれました。まずは稲妻城に戻って現状を確認しましょう。策の説明はその後いたします。これ見て、勘定奉行の柊木お嬢様と天領奉行の九条鎌治様が結婚するみたいよ。これ以上お似合いの二人はいないだろう。ええ、けど突然よね。そんな雰囲気全くなかったし。ああ、でもこの一歩を踏み出すのはそう簡単なことではなかったはずだ。二人の門出を祝おう。結婚式が行われるのはもう間違いないみたいだな。結論を出すのは早計です。向こうはこの勢いに乗じて婚姻を推し進めるつもりなのでしょう。ならばこちらは相手の計略の裏を書けばいい。ただそれも九条鎌治の協力あっての話ですが。お二人がご結婚された後、新婚旅行に行ったりするのかな。例えばどこか国外とか。君、まさかまた冒険のことを考えているんじゃ。皆様、いいところにお越しくださいました。実は僕も今しがた耳にしたばかりなのですが、どういうわけか僕と千里さんの婚姻が公表されたようなんです。どうしてこんなにも急な発表がされたのでしょう。僕はまだ心の準備が。それなんだけど、実はすっごく複雑なことになってて。なるほど。まさか僕たちの婚姻を利用しようとする者が現れるとは。このまま婚姻を進めた場合、あなたに影響はさほどありません。しかし柊木様の方には何かしらあると考えた方がいいでしょう。僕もその可能性を考慮していなかったわけではありません。ただ彼女と結ばれたいという思いの方が勝ってしまったのです。だから千里さんを守るためなら何でもすると、そう彼女に約束をしました。ええ、お気持ちはお察しします。ただ失礼ながら、彼女はそもそもあなたの庇護を必要としていなかったのではないでしょうか。考えてもみてください。あなたが彼女が守られなければ大変なことになると思った時点で、彼女は何か失っていることになるのではないでしょうか。あ、そんな。あなたを責めるつもりはありませんよ。大切な人を守りたいという気持ちは当然ですから。それにあなたはとても聡明で優しいお方。心配のあまり混乱さえしていなければ、もっと慎重に考えることができたはずです。あなたの愛する柊木様はきっと自立心が強く、優しく、決して屈しないお方なのでしょう。しかしもし彼女がこのままあなたと婚姻を結べば、これから先あなたにもたれかかることになってしまいます。それでも問題ないのでしょうか。僕は心から彼女を愛しています。
この身を捧げても彼女を幸せにしたい。だからこそ彼女が苦しむ姿はもちろん、利用される姿も見たくありません。神里様のおっしゃる通りです。僕の今までの考えはあまりにも稚拙で自分本位でした。ただもう手遅れなのではないでしょうか。すでにあちこちに布告が。私に策があります。しかしこの策には悪役が必要です。鎌地様、この策で私とあなたは悪役を演じ、ある程度の危険に身をさらす必要があります。いかがなさいますか。まだ挽回の余地があるのならば、ぜひその策をご教授いただきたい。私は勘定奉行の者にこう伝えました。この婚姻によって勘定奉行と天領奉行が一つになることはない。これは逆に勘定奉行を孤立させる計略であると。この計略で柊木家の力を弱めるにはある条件が必要です。それは天領奉行が婚姻について何も思わないこと。そもそもメガリレーの集結後、天領奉行は勢力の弱まった勘定奉行に手を出すことも可能でした。そのような行動を起こさなかったのは、あなたが天領奉行の当主につき、そして相手に柊木様がいたからです。つまりあなたにとって最善とも言える手は、社奉行の指示を受け一刻も早く婚礼の儀を挙げること、そして柊木様を迎えることです。それによって天領奉行の当主であるあなたはもう何も心配をする必要がなくなります。なるほど、確かに今の状況に合った巧妙な策と言えます。そうです、我々の狙いは柊木様の立場を変えることにあります。早々に彼女を追い出すべき足手まといからいなくてはならない守護者へと変えるのです。そうすれば勘定奉行での柊木様の地位も確保できるでしょう。あの者たちがこの一件の背後にある組織網に気づいた時、婚姻を阻止するためあらゆる手段を講じるはず。彼らが作り上げた障害は彼ら自身の手で解決してもらえばいい。承知しました。組織網がうんたらかんたらって、もう複雑すぎてわけわかんないぞ。オイラたちは何をしたらいいんだ。もっとわかりやすく言ってくれ。となれば、ことの背景が勘定奉行の耳に無事届くようにしなければなりません。私と話をした松浦様も今頃は落ち着きを取り戻し、起こりうる事態を考えているはず。用心を始めることでしょう。彼は間違いなく稲妻城内に偵察を多数送り込みます。我々はそのものを利用し偽の情報が育つようにするのです。鎌地様、あなたのお力もお貸しください。そろそろ頃合いですね。私の忍びが彼の放った偵察を1名特定しました。その者が策にかかるか皆で見に行くとしましょう。あの者が松浦家の偵察です。気づかれないよう彼の後をつけましょう。おい、見たか。今九条鎌地様が人を大勢引き連れてここを通ったよな。最近公表された婚姻と関係あるんじゃないかしら。そうかもしれないが、婚姻であんなに焦ることはないだろう。それに眉を潜めていたようにも見えた。部下にいろいろと命令もしていたようだし、そこまでする必要があるだろうか。天領奉行の人間が両家の婚姻の件で離島へ行ったみたいだな。しかもかなりの人を引き連れていた。全部で100人は超えてたんじゃないか。どうも気な臭いな。面倒なことが起きたりしないだろうか。九条鎌地様が単に心配性なだけであればいいが。
婚姻の件は広まったが、旦那様が心配していたことが的中したのかもしれない。新婦を迎えるだけであればあんなにも人はいらないはず。状況を確認しなければ。あいつどっか行ったみたいだぞ。予想通りです。ついて。おお、天領奉行の人がこんなにたくさん。この通りで何か起きたのでしょうか。僕は商人なのですが、気づいたらこのような厳重な警備が敷かれていたもので少し怖くなりまして。いえ、ご心配なく。すでにご存知かと思いますが、九条鎌治様と柊千里様が近々婚姻を結ばれます。そこで九条様は柊様を予定より早く稲妻城へお迎えするつもりなんです。そんなことが。ここにいる皆は柊様のためにその道を守っています。我々だけでなく、この先にも天領奉行の者が大勢待ち構えており、その全員が同じ任務を背負った者たちです。その僕が言うのもあれですが、いくらなんでも張り切りすぎなのでは。いえ、こうすることで九条様が柊様を重要視していると世間に見せつけているんですよ。九条様は最初から最後までこのように格式高い扱いを続けようとされています。そうだったのですね。すみません、お騒がせしました。なんてことだ。旦那様が懸念していた点が的中するとは。あの者たちは通りを護衛していると言っていた。もし旦那様が柊様を手放さなければ、この男たちはいずれ離島へ。いや、柊様が離島から離れれば彼らが押し寄せてくる可能性がより増すかもしれない。天領奉行を相手に今の旦那様では勝てる見込みなどないだろう。すぐに戻って報告しないと。あいつ逃げてったぞ。これで仕掛けは十分。膨れ上がる疑心暗鬼は恐怖を育てる養分となるでしょう。あとはそれが成長し熟すのを待つだけです。嵐の前の静けさこそ最も不安を煽るものですからね。あいつらおとなしく過ちを認めるかな。気になるのであれば2日後また離島へ来て柊家の状況を確認するといいでしょう。私は他にもいろいろと公務があるので、ひとまずここで身を引くとします。駒はすでに動きました。彼らが投降するのも時間の問題でしょう。ええ、このような手を使うのは何も初めてではありませんからね。では皆さん、またお会いしましょう。柊千里が幸せになることを心から願っています。言っちゃったぞ。本当にあいつの予想通りになるのかな。おいらも同感だ。2日後また離島に来てみようぜ。天領奉行の人たちもう何日も離島にいるよな。柊千里様を迎えに来たのでしょう。ただそれほど時間のかかることではないと思いますが。聞いた話だと柊様がいなくなるのを勘定奉行の人たちが嫌がってるらしい。突然態度が急変したのだとか。これだけの人を使わせたんだ、僕だって混乱するよ。何が目的なのかわからないしね。声が大きいですよ。聞こえたらどうするんですか。あ、ごめん。はあ、どうなることやら。おや、何かご用でしょうか。我々は柊様を稲妻城へお迎えするため2日前よりここに来ています。九条鎌治様のご命令は確固たるもの。必ずや実現させるつもりです。しかし我々が訪問するたび柊家はいつも何かしら口実を見つけてこの件を引き延ばしにしてきます。命令を完遂できるまで、つまり柊様にご同行いただけるまで離島に滞在する予定です。
申し訳ございません。それについては我々も望んではいません。一般の方々の生活には一切影響を与えないとお約束します。ただ柊木家の周りの方々がもう少し協力的であってくれたらいいのですが、もしこのまま膠着状態が続けば鎌治様がより強引な命令を出される可能性もあるでしょう。旦那様はいつまで耐える気なのだろうか。さあな、攻めるのか引くのかもうさっぱりだ。最近の旦那様は特に様子がおかしい。些細なことで腹を立てるし、疑心暗鬼な状態がずっと続いている。怒鳴られることもしょっちゅうだ。不安なのはわかるが、一体どうしたらいいんだか。シャブ行様には逆らわないようにとあれほど忠告したのに。確かにあのお方は確信の持てないことには決して手を出さないらしいしな。このまま柊木様が連れて行かれたら、天領奉行とシャブ行はどう動くか。そうならないためにも柊木様と相談されるよう旦那様に進言しよう。離島で話されてる内容はどれも千里に関することだったな。もう勘定奉行の誰もが千里を重要な存在だって理解したはずだ。でも千里は自分自身のことをどう思ってるのかな。千里のところに行ってみようぜ。あ、旅人さん、外での出来事はもうすでに耳に入っていますよね。一体何が起こっているのでしょう。そう焦らないでくれ。オイラたちが説明してやる。実は天領奉行の人が来てから彼らは急に怯え始めたかと思うと、何か密談をするようになりました。その上天領奉行の者と接触しないよう私は言われています。まさかそのようなことになっていたとは。全て神里様の計画だったのですね。そうと分かれば彼らが妙な態度をとっているのも説明がつきます。申し訳ございません。実はまだついていないんです。答えなんて最初からなかったのかもしれない。選択肢がなければこれほど悩むことはなかったと。瞑想するあまりこう思ったこともあります。ただ突然貼られた布告を見て、婚姻はもう確定事項なのだと知ると安心するどころか、逆に心に大きな穴ができたのを感じました。神里様のおっしゃる通り、この先私を待ち受けているのは本当に幸せと言えるものなのでしょうか。でも今は受け入れられます。誰かが私の婚姻を利用しようとしているのです。断固それを阻止しなければ。ただこれも私が求めていた答えではありません。そしてこの件がどういった結果をもたらすのかも疑問が残ります。あ、柊木様、こちらにいらっしゃったのですが、いなくなったのかと思い肝を冷やしました。あなたたちは。あの時シャブ行様の隣にいた。何しに来たのですか。まさか柊木様を連れ去るおつもりか。落ち着いてください。この方たちは友人で、私を訪ねに来ただけです。友人？ただの友人であると。柊木様、以前もお伝えしましたが、今はとても特殊な時期。いかなることにも警戒していただかなければなりません。私たち、いや、勘定奉行全体にとって、あなたはとても重要な人物なのですから。この者たちの目的が、真っ当なものであると証明できるのですか。そんな回りくどい言い方すんなよ。どうせオイラたちが千里を連れていくとか思ってるんだろ。私の友人に失礼な発言はやめてください。あなたは警戒をするあまり目に映るもの全てを疑うようになっています。私は一連の出来事はすでに把握しています。この方の訪れこそ、あなたたちにとって唯一の希望になるかもしれません。
私を信じてください。離島での騒動はあなたたちに問題を収拾する能力がないことを証明しています。これ以上膠着状態が続けば事態は拡大するばかりです。これは命令ではなく、私はただ釈明を求めています。そしてあなたたちはその釈明に対する責任だけを負えばいいのです。承知いたしました、ヒイラギ様。他の者と相談してまいります。佐藤、立派だったぞ。はあ、すごく緊張しました。でもこのような事態になった以上、私がしっかりしなくてはなりません。こうもうまくいくとは思いませんでしたが。ええ、では納得のいく答えが出るのを待ちましょう。厳粛な話し合いのもと、こたびの一件は私どもの過ちであり、反省しなければならないとなりました。正直なところ、今は誰も余裕がなく、みんな恐怖に怯えています。このままでは遅かれ早かれ全員おかしくなってしまう。はあ、申し開きの余地もありません。指針にとらわれたばかりに対局を見ず突き進み、ここまで事態を悪化させてしまいました。どうかもう一度機会をいただけないでしょうか。お嬢様のためにも、そして勘定奉行のためにも。ごもっともですね。天領奉行を説得できるのは社奉行の上里様しかいません。後日上里屋敷へ向かい、持てる限りの誠意を尽くして助力を請うつもりです。柊様、ご同行いただけないでしょうか。あなたは今や最も重要な人物。我々もこうする他に方法が思い当たりません。その社奉行様とはご親友なんですよね。この後もしお会いすることがありましたら、よろしくお伝えください。社奉行様、すでにご存知のこととは思いますが、現在離島に天領奉行の者たちが集結しており、ヒイラギ様を迎えようと躍起になっております。先日はとんだご無礼を働いたというのに、このようなことを申し上げるのは実にはばかられるのですが、何卒寛大な処置をお考えいただけませんでしょうか。松浦様、申し訳ございませんが、私は公務で忙しいのです。この後も別の予定が詰まっています。寛断に時間を割くことはできません。何か用があるのでしたら率直に言っていただけると助かります。我々の謝罪が取るに足らないものであることは百も承知です。しかし現状はこのように謝罪をする以外方法がありません。勘定奉行の者たちも皆ことの深刻さを理解しております。柊様は私たちにとってなくてはならない存在。これからもずっと力になっていくことを約束いたします。ですから社奉行様に間に入っていただき、九条様ともう一度話し合っていただけないでしょうか。口では何とでも言えますね。今さら布告を撤回すれば人々に嘘をついたことになる。きっと稲妻の民は三奉行を嘲笑うでしょう。これについてどう対処するおつもりで。三奉行を貶めることは将軍様の顔に泥を塗ることに等しい。あなたたちは果たして雷帝の怒りに耐えられるのでしょうか。それは我々が全責任を負います。それから新たに布告を出し、説明の場を設け、全ては誤解であったと民に知らせるつもりです。なるべく影響を最小限にとどめるよう努力します。松浦様、このような結果になると知っていれば、初めからこんな愚かな行為はなされなかったでしょう。しかしおっしゃる通り、私や九条様の心情がどうであれ、三奉行は稲妻の行く末を何より優先する必要があります。このままでは離島で起こっていることの収拾がつかなくなるでしょう。それに
柊木様や離島の人たちに罪はありません。これは非常に重大な問題です。速やかに解決を図らなければ流言飛語が飛び交い、三奉行の評判はどん底まで落ちてしまう。鳥を飼ってみれば理解できるはずです。よく下の回る鳥は心地よい鳴き声を響かせることもあれば、気が散るほどおしゃべりすることもあります。舌があまりにも長すぎて飼うことすらままならない鳥なら、舌を切ってしまえばいいんです。そうすれば一瞬で解決できますからね。はい。あなたの目的は分かっています。私が九条様と話しても構いませんが、それで気が変わる保証などありません。それも承知の上です。シャブ行様のお力を借りられるだけで十分です。わかりました。ではそろそろお引き取りください。勘定奉行にはまだ後片付けが残っているはず。そうでしょ。はい。ではこれで失礼いたします。シャブ行様には何とお礼を申したらいいか、心より感謝いたします。それから柊木様、あなたにお話ししておきたいことがあります。少しお時間をいただいても。え、あ、はい。先ほどの神里様はまるで別人のようで、息ができないほど緊張してしまいました。彼のような傲慢な家臣には厳重な戒めが必要となります。私はシャブ業として将軍様の信頼を背負っているのですから、当然のことをしたまでです。しかし私の身分など関係なしに、個人的な立場からあなたにあるお話をさせてください。はい、神里様、拝聴いたします。ご存知の通り、神里家には極めて困難な時期がありました。かつて私ども一族は過ちを犯しています。父上はその償いと家名を回復させるために奔走し、その多忙さゆえに創生しました。父上を心から愛していた母上も追うように亡くなっています。突然の出来事にシャブ業に走った激震は計り知れません。内部の者たちはそれはもう騒然としていました。神里家の力は失墜、周りの者たちは残された私と妹を邪魔な存在だと思ったでしょう。今となってはいささか信じがたい話に聞こえますが、確かにこれが当時のシャブ業の実情でした。なんだか今の勘定奉行と少し似てるな。あの時の私は現状を受け入れるほか道はなく、誹謗や搾取に耐えながら強力な後ろ盾を探しました。私に他の選択肢などなかったのです。両親の意志を継ぎ、幼い妹を守らなければなりませんでしたからね。自分がどうなろうと構いませんでした。ただ家族を、大切な家族だけは他人に踏みにじられるわけにはいかなかった。幸い私の努力は報われ、没落寸前であった神里家を立て直すことができました。なんだか理解できたような気がします。私の戸惑いや不安が一体どこから来ているのかを、新之丞は私の輝きを誰よりも知っていると言ってくれました。だからこそこれから人の下につくことになる私を見て、いたたまれない気持ちになったんだと思います。私の胸の内にある不安は婚姻への迷いだと思っていました。でも実際は違います。私が弱いから、それゆえに現状を制御できないと感じ、不安になっていたんです。鎌治様が婚姻と素直に向き合えたのはその覚悟があったからです。ええ、今の私はあの時の彼と同じ立場にあるのでしょう。彼は勇ましく将軍様に向かって武器を構えました。私も今
その時の彼のように自分自身を超える時なのだと思います。はい、あなたが真に成長すればお父上も安心するでしょう。その時あなた自身の人生を歩ませてくれるはずです。しかし残酷な言い方かもしれませんが、これらはあなたが幸せになるための前提条件に過ぎません。はい、それでも成し遂げてみせます。この機に柊家がかねてより担ってきた責務を引き継ぐつもりです。そして全てが落ち着いた頃、また婚姻のことを考えようと思います。そうすれば鎌地さんにかかる重荷を軽減できます。私も身を守りつつ彼を支えていくことができるでしょう。私どもの家が廃家となることも、荷物となる心配もなくなるはずです。お二人が幸せな道を歩めるよう心からお祈りしています。改めて婚姻が決まった際にはまたお祝いさせていただきますね。神里様、本当にありがとうございます。まさかここまでお力になっていただけるとは思ってもいませんでした。では私もそろそろ失礼いたします。まだまだやるべきことが残っていますので。ええ、どうかお元気で。今のあなたならどのようなことをなさっても彼らから尊重されるはずです。はい、それはすでに身をもって感じております。こたびの一件、心より感謝いたします。おいら、なんだか千里が輝いて見えるぞ。お前もすごかったな。誰もがお手上げだと思ったのに、それをこんな見事に解決するなんて。棋局において相手の攻勢を利用し戦局に変化をもたらすことはまあまああることです。今回の相手は決して難敵ではありません。策を練ってはいましたが先見性に欠けており、その手段も未熟でした。このような結果となるのも予想通りです。もしオイラだったらこんな方法一生思いつかなかっただろうな。でも千里が柊家を再興しようとしているのを見てなんだか安心したぞ。ええ、そうですね。稲妻が安定するのは我々にとってもいいことです。何よりシャブ業の仕事も減ります。こう見えてもシャブ業の当主ですよ。おそらく松浦様にとって権力は一生追い求めるものだったのでしょう。しかし私にとって稲妻の安泰こそが最も優先すべき事項です。稲妻が安泰であるからこそシャブ業も平穏無事でいられます。そして上里家やシャブ業に関わりある一族たちも穏やかに暮らせるのです。しかし人は貪欲な生き物。このような計り事は初めてではありません。この先もきっと起こるでしょう。私はただ三勢力を牽制し合うようにしただけ。安泰とは完全なる静止を指すだけではありません。行動を起こしにくくすることも安泰と言えます。もう一つの利点は柊様の重要性が知れ渡った点です。私も彼女に大きな恩を売ることができました。関わりのなかった一族と信仰を結ぶよりも今まで通り柊家と付き合う方がよほど楽ですしね。ただの結婚でそこまで考えるなんて、まさか最初から結婚を阻止しようと思ってたんじゃないよな。確かに私の判断は不謹慎なものだったかもしれませんが、柊千里への言葉に偽りはありませんよ。己の立場に関わることをひとたび諦めれば今後一生妥協し続けなければならなくなります。苦境に立たされているとも知らずただ奈落に落ちていく、そんな彼女は見たくありません。これからの成長を見守るとしましょう。そうだな。
ればかりは待つしかないな。ええ、お二人ともどうもありがとうございました。いつか妹の手が空いている時にでもあなたたちを招待させてください。どうやら一件落着のようですね。何もかも全て丸く収まった。唯一の問題はなぜか変な味の牛乳を飲まされたことぐらいでしょうか。おや、口に合わなかったかい？珍しい味のものが好きだったと思ったんだけど。わか、あなたというお方は。旅人も一杯飲んだんだよ。彼女はどうでしたか？わかから見ても良い印象だったのでは？ああ、今回旅人は重要な役割を果たしてくれた。もし彼女とその連れが私に手を貸してくれていなかったら、両家とも私のことをもっと警戒していただろうからね。そう簡単に確信をつくことはできなかったかもしれない。さすがは若、人の問題に介入しつつご自身の目的も果たすとは。ただの成り行きだよ。ああ、そうだ、暇があるうちにこの間途中になってしまった戯曲の続きをやろう。